バーモント州はアメリカ合衆国の州。なお、州名は日本語ではバーモントと表記されるが、現地の発音ではバマントに近い。本校においては日本語における慣用表記に従い、バーモントという表記を用いる。アメリカ合衆国北東部、ニューイングランド地方の内陸に位置し、西部をニューヨーク州、東部をニューハンプシャー州、南部をマサチューセッツ州。 北部をカナダ・ケベック州に隣接する。西のニューヨーク州との境界の半分はシャンプレーン湖である。面積は全米50州のうち45位。人口60万8827人はワイオミング州に次いで全米で2番目に少ない。州都はモントピリア市であり、人口は8000人に満たず、50州の州都では最も少ない。 人口最大の都市は約4万2000人のバーリントン州である。州内の最大都市として50州の中ではこれも最小である。バーリントン大都市圏の人口は21万人を超えている。現在バーモント州になっている地域にはインディアンの主要二部族、アルゴンキンゴ族を話すアベマキ族とイロコイ族が住んでいた。フランスが 植民地化初期にこの地域の領有主張していたが、7年戦争の終わった1763年にフランスはイギリスに割上した。その頃から近くの植民地であるニューハンプシャー植民地とニューヨーク植民地がその領有を争っていた。当時はニューハンプシャー認定地と呼ばれていた。これらの植民地から土地所有権を認められていた開拓者に対し、 グリーンマウンテンボーイズと呼ばれた民兵隊が対抗し独立国であるバーモント共和国を作ることになった。この共和国はアメリカ独立戦争中の1777年に建国され14年間続いた。13植民地以外では合衆国加盟以前に主権国家だった現在の4州の一つである。1791年13植民地以外の 最初の州として14番目のアメリカ合衆国の州になった。独立国時代から奴隷制度を廃止しており、合衆国加盟時に奴隷制度を廃止した最初の州になった。州内にグリーン産地があり、州の多くは山岳と森林で占められ、愛称はグリーンマウンテンステートである。自動車のライセンスプレートも緑色である。名産である。 メープルシロップの生産量は全米で最大である。バーモントという州名の由来は不明だが、緑の産地を意味するフランス語、レ・ベール・マンツから派生した可能性が強い。トマス・ヤングが1777年の独立時にこの名前を導入した。ニューハンプシャー州のホワイト産地やニューヨーク州のアディロンダック産地の方が標高が高いが、これらより森林が深いので、 名付けられたという説がある。また、キララ、水晶、緑泥石を含む緑実を帯びた、変性結岩である、結晶変岩が多いのが理由であるとする説もある。17世紀以来フランス領カナダに含まれていたが、フレンチ・インディアン戦争の結果、1763年に英国に割上された。当初は、ニューヨーク植民地とニューハンプシャー植民地によって分割支配され、 1777年繁栄反乱が起こり、独立共和国を宣言した。1791年14番目の州として、合衆国に加入した。紀元前8500年から7000年、この時期は、シャンプレーン会があった時代であり、バーモントとなった地域ではインディアンが住み、狩猟を行っていた。紀元前8000年から1000年の古代、インディアンは年中回遊していた。 紀元前1000年から西暦1600年のウッドランド期、村や交易のネットワークができ、土器の製造や弓矢の技術が発展した。バーモント西部では、モヒカン族やアベナキ族など、少数のアルゴンキンゴ族が住んでいた。1500年から1600年のある時期に、イロコイ族が少数部族の多くを追い出し、後には狩猟場として使い、また残っていた。 アベナ貴族と争っていた。1500年の人口は約1万人と推計されている。ウィンザーにあるオールドコンスティチューションハウス、1777年7月8日にバーモント憲法が採択された。1775年頃にグリーンマウンテンボーイズが使っていた旗。最初にバーモントを訪れたヨーロッパ人は1535年のジャック・カルティエだと。 考えられている。1609年7月30日、フランス人探検家、サミュエル・ド・シャンプランがバーモントを、ヌーベル・フランスの領土だと主張した。1666年には、フランス人開拓者がラモット砦を建設し、バーモントでは、初のヨーロッパ人開拓地となった。1638年、セントローレンス川バレーを中心に激しい地震があり、 ニューイングランドでも感じられた。これがバーモントで記録された最初の地震である。1690年、ニューヨークのオールバニからオランダイギリス系開拓者が現在のアディソンの西8マイルのチムニーポイントに開拓地と交易拠点を設立した。ダマー戦争の1724年、イギリス人による最初の高級的な開拓地が作られ、 近くのダマーストニア・ブラトルボロの開拓地を守るためにダマートリデが建設された。1731年から1734年、フランスがセントフレデリック・トリデを建設し、シャンプレーン・コバレーにあるヌーベル・フランスのフロンティア支配が可能になった。1754年、フレンチ・インディアン戦争が始まり、1755年には、 現在のニューヨーク州大コンデロガにフランスはカリオントリデの建設を始めた。1755年から1758年、イギリスはセントフレデリック・トリデやカリオントリデのダッシュに失敗した。1759年、ジェフリー・アマースト将軍の指揮下で、イギリス軍政機兵と植民地軍合計12000名がカリオントリデを占領し、その後フランスは、 セントフレデリックトリデを放棄した。アマーストは、セントフレデリックトリデ廃墟の隣に、クラウンポイントトリデを建設し、地域のイギリスによる支配を確実にした。フレンチ・インディアン戦争で、フランスが敗北し、1763年のパリ条約によって、土地の支配権はイギリスに移った。イギリス王室によって、アパラチアさんが未より、東は、 植民地開拓が制限され、バーモントは、ジョージ湖のウィリアム・ヘンリー・トリデから北東よりの、メンフレマゴグまで対角線をギザギザに走る線で、ほぼ2分された。終戦により、新しい開拓者がバーモントに入ってきた。マサチューセッツ、ニューハンプシャー、ニューヨークの各植民地がすべてこのフロンティアの領有を、主張していた。1764年3月20日、 イギリス王女寺三世が、ニューハンプシャーとニューヨークの境界をコネチカット川の、西岸、マサチューセッツの北、北45度線の南に定義した。ニューヨークが、ニューハンプシャー払い下げ地と呼ばれた土地の権利の認証を拒み、不満を抱いた開拓者が、反対運動を組織して、1777年1月5日の、独立国バーモント共和国の設立につながっていった。 1770年、イーサン・アレン、その弟のアイラとリー・バイ、セス・ワーナーが、グリーン・マウンテン・ボーイズと呼ばれた、非公式の民兵隊を召集し、ニューヨークからの新しい移民に対抗し、元々のニューハンプシャー出身開拓者の利益を守った。モント・ピリアにある、新古典主義建築のバーモント集会議事堂、ドームには、金箔が貼られている。 1777年1月5日、ニューハンプシャー認定地の代表たちが共和国の独立を宣言した。はじめの6ヶ月間はニューコネチカット共和国と呼ばれていた。1777年6月2日、72人の大議員が出席した第2回会議の場でバーモントという名前を採用した。これはある友好的なペンシルベニア人の助言に基づいており、 その人物は、新生アメリカ合衆国の14番目の州として、加盟する方法を手紙で伝えていた。7月4日、ウィンザー酒場で、バーモント憲法が起草され、7月8日には、大議員によって採択された。これは北、アメリカで文書化された、最初期の憲法であり、疑いもなく、最初に、奴隷制度を廃止し、成人男性による、普通選挙を規定し、 公立学校の支援を求めていた。この憲法は1777年から1791年まで有効だった。1858年11月25日に成立した州法により奴隷制度は再度禁止された。1777年8月16日に起きたベニントンの戦いはバーモント州の歴史において重要な出来事だった。 ジョン・スターク将軍指揮下のアメリカ合同部隊がベニントンから現在の宗教を超えたところにあるニューヨークのフーシック町でイギリス軍文献隊を攻撃しそのほぼ全部隊を殺すか捕獲したイギリス軍の総指揮官だったジョン・バーゴイン将軍はこの損失から立ち直ることができず10月17日には残っていた6000名の兵士と共にニューヨークのサラトガで降伏した ベニントンとサラトガでの戦闘は、イギリス軍の最初の大きな敗戦だったので、独立戦争の展開点だったと認識されている。この戦闘が行われた日は、バーモント州の法廷休日として、現在も祝われている。1777年7月7日に起きた、ハバードトンの戦いが、現在のバーモント州内で起きた、唯一の戦闘である。この戦闘では、 大陸軍が事実上敗北したが、イギリス軍は、大根でロガトリでから撤退する、大陸軍を追撃できないほどまで被害を出していた。1827年のバーモント州、軍の境界はこの後も変更された。バーモントは独立後の14年間、東部のウィンザー町を拠点に、主権国家として自治を続けた。1785年から1788年には、 独自の貨幣を発行していた。また、国全体の郵便事業も行っていた。1778年から1789年、また1790年から1791年は、トマス・チッテンデンが総督を務めた。ニューヨークとの土地所有権に関わる紛争を解決する必要があった。1791年3月4日、バーモントは、 アメリカ合衆国14番目の州として加盟し、最初の13植民地以外では、最初の州になった。バーモント州は1836年まで一院陰議会で、運営していた。1850年代半ばから、バーモント州民は、奴隷制度を封じ込める動きから、最も真剣に反対する動きに変わり、急進派共和党員で、 奴隷制度廃止運動家のタデウス・スティーブンスを送り出すことになった。ホイッグ党は衰退したが、共和党が台頭した。バーモント州ではその候補者を強く支持した。1860年、アメリカ合衆国大統領選挙では、共和党のエイブラハム・リンカーンを押し、どの州よりも高い支持率を与えた。南北戦争の時、バーモント州から北軍に3万4千人が、 従軍した。このうち、約5200人、15%が戦死あるいは、致命傷を負い、または戦病死した。この比率は、どの州よりも高かった。この戦争では、最北となる地上戦、セントオルバンズの襲撃が州内で起こった。女性が投票を認められた、最初の選挙は1880年12月18日に、 行われたものであり、制限付きだが、投票権を認められ、まずは、町の選挙で、続いて、衆議会の選挙で投票した。1927年11月初旬、大規模な洪水が発生した。修復知事を含め84人が、犠牲になった。1938年ニューイングランドハリケーンでは、当時のニューイングランドにあった森林の3分の1に、 当たる1500万エーカーの樹木が吹き倒された。30億ボードフィートの樹木が回収された。この嵐の後、州内の古い木は約75年の樹齢となっている。1973年に再び洪水が起こり、二人の人命と数百万ドルの資産が被害を受けた。1964年、レーノルズ対シムズ事件に関するアメリカ。 合衆国際公裁判所判決により、一人一票が強制され、バーモント州でも全州にわたる選挙区割の再考が求められた。全国の上下院で公平な票の再配分が行われた。この時まで、各軍は、州上院で面積に応じた代表を送っていることが多く、税負担が増していた、都市部の問題を解決する可能性については共感しないことがまかり通っていた。 2011年、ハリケーン・アイリンが、バーモント州を襲ったとき、州知事は、20世紀と21世紀を通じてこれが1927年の、洪水に次ぐ、最悪の洪水だと言った。2000年7月、シビル・ユニオンを認めた、最初の州となり、2009年には、州法で、同性結婚を認めた、最初の州となった。 これらは裁判所判決で強制されたものではなかった。バーモント州の主要な道路と都市、マンスフィールド山、標高4393フィートで、州内における最高峰である。バーモント州は、アメリカ合衆国北東部内のニューイングランド地域に一致している。面積は9615平方マイルであり、50州の中で45番目に大きな州である。 このうち陸地は9249平方マイルで43番目、水域では366平方マイルで47番目になる。総面積はエルサルバドルより大きく、ハイチより小さい程度である。日本では岩手県と宮城県を合わせたより少し大きい程度である。高さ124フィートを超える建物がないことでは唯一の州である。コネチカット川の西岸が 東のニューハンプシャー州との宗教となっている。バーモント州の主要な湖、シャンプレーン湖は、アメリカ合衆国内で6番目に大きな淡水湖であり、この州の北西部でニューヨーク州との宗教を構成している。バーモント州の南北の長さは159マイルある。東西の最大幅は、カナダとの国境で89マイル。最小幅は、 マサチューセッツ州との宗教で37マイルである。平均した幅は60.5マイルである。この州の地理的重心は、ワシントン郡、ロックスベリーの東約3マイルにある。カナダ・アメリカ合衆国国境を越える道路は15本、ある。グリーン山地が、州の南北を走る背骨になっており、中心線からはやや西にある。タコニック山地が、州南西部にある。 グラニティック山地が北東部にある。北西部のシャンプレーン湖近くは、肥沃なシャンプレーンバレーである。このバレーの南に、ボモシーン湖がある。バーモント州14軍の配置図、ワシントン軍と、ラモイル軍の2軍のみが州内の軍に囲まれ、その他の軍は別の州、または国に接している。州内最高峰のマンスフィールド山、第2位のキリングトンボン、第3位のキャメルズハンプ。 第5位のエイブラハム山などいくつかの山には、年間を通じた、高山生態系の高木限界がある。周域の77%は森林であり、残りは草原、高原、湖、池、湿地である。アメリカ合衆国国立公園局が管理する地域として、マーシュ・ビリングス、ロックフェラー国立歴史公園とアパラチアントレールがある。 バーモント州の法人化された都市は旧市ある。以下にその人口と共に示す。バーリントン市、州内で人口最大の都市、ラトランド市の中心街、州都モントピリア市の芝地。以下の町は、市とみなされるくらいの大きさがあるが、市としては法人化されていないものである。屋根付橋、落ち葉対策で設置された、2009年撮影。 バーモント州の年間平均気温は、下四43度である。湿潤大陸性気候にあり、春は、雪解け水でぬかるみ、初夏は、外して穏やかであり、夏は暑い。秋は、紅葉があり、冷気が近づくにつれて、赤、オレンジ、金色に変わる。冬は、高地で寒い。欠片の気候区分では、DFB であり、世界で見れば、ミンスク、ストックホルム、 ノースダコタ州、ファーゴ市に似ている。田園部である北東部はノースイースト王国とも呼ばれ、冬季には州南部よりも平均気温が下肢10度低くなる。年間降雪量は高度によって異なり60インチから100インチである。国内では7番目に寒い州である。冬季にはあまりに寒くて雪にならない、すなわち寒くなって空気中に 十分な水分がなくなり、降水に至らないことがある。過去最高温度は1911年7月4日に、バーノンで記録されたで、下詞105度だった。過去最低温度は1933年12月30日に、ブルームフィールドで記録された下詞50度だった。これは、ニューイングランドで記録された最低温度に並ぶもので、ある。植物生育期間は、 年間1 2 0日から180日である。アメリカ合衆国のオムショウによる植物体完成は北部のスイス東国の3ビットから州南部の5ビットの間にある。年間の日照時間は2000ないし2400時間である。州内には5つの異なる地理的区分がある。地質と地形で分類して北東部高原、グリーン産地、 タコニック山地、シャンプレーンイ地、バーモント大地である。約5億年前、バーモントは、ローレンシア大陸にあり、熱帯に入っていた。グリーン山地の中部と南部には、州内最古の岩石があり、約10億年前の第一次作山運動機のもので、ある。約4億年前、第二次作山運動機に、 グリーン山地を高さ1万5000フィートから2万フィートまで押し上げ、現在の3、4倍、ヒマラヤ山脈に匹敵するものだった。これらの山を浮んだ圧力は、シャンプレーン症状断層に見られる。この断層は、山地の西、シャンプレーン湖の東岸を南北に走っている。岩盤が、新しい岩層の上に押し上げられた、症状断層の例となっている。地殻変動の結果として、 グリーン産地より、東のバーモント州は、シルル期とデボン期に形成された岩で作られている。州の西側はそれより古い先カンブリア時代や、カンブリア期に作られている。州内には、花崗岩を含む、大きな体積がいくつかある。バリーにある、ロックオブエージズ採石場は、国内最大級の花崗岩を産出している。この会社の訓練された。 彫刻師の作品がサンマイル道を降りたホープ墓地に見られる。ここでは、破壊しと霊病が見られる。ドイツ、香港、アブダビの建物の中には、バーモント州産室の花崗岩で作られたものがある。ロックオブエイジズ採石場では、バリーグレート・ベセル・ホワイトの2種の花崗岩を切り出している。チェイジー地層の名残がアイルラモットで見られる。これは、初期熱帯岩礁の一つである。 ここは、石灰岩のフィスクイシキリバであり、ストロマトポロイドのような古代海洋性化石の収積が含まれている。これらの化石は2億年前のものとされている。バーアモントは、ある時点で、アフリカ大陸と繋がって、パンゲア大陸を形成していたと考えられており、アフリカとアメリカ両大陸の海岸で見つけられる、化石は、岩層は、その理論を裏付けるものとなっている。 過去4世紀の間に、バーモント州では何度か地震を経験したが、その震王が、州の下にあったことは稀である。過去最大の地震は1952年に起きた、マグニチュード6.0のものだった。州内には41種の爬虫類と両生類、89種の魚類がいる。このうち12種は、原生種ではない。また193種の鳥類。 58種の哺乳類、1万5千種、以上の昆虫もいる。2千種の高等植物と、キノコ類、藻類が自生し、75種の自然群落がある。イースタンティンバーガラガラヘビという毒蛇が一種いる。生息地は、ラトランド群の数エーカーに限られている。19世紀半ばまでに、過種量と生息域の破壊により、州内では野生の七面鳥が絶滅した。 1969年に16話が移入,入され、2009年には4万5千羽話まで増加したと推計されている。1970年から農地が減り、アメリカ山市議、茶色つぐみもどき、脇赤頭非鳥、柳ひたき、黄金羽虫ムシクイ、青羽ムシクイ、ヒメドリ、ボルチモアムクドリもどきなど、寒木地鳥類の生息域が減り、その個体数を減らした。DDT が、 ミサゴの乱獲を破壊したので、州内では見られなくなったが、1998年に復活するようになった。2010年時点でもはや絶滅危惧種ではない。白い微小公群のために2008年から2010年にかけて、州内の洞窟で冬眠するコウモリの3分の2が死んだと推計された。ニュイングランドはタオサギ1970年代初期に、 州内から姿を消した。これは1800年代に狩猟用に輸入された、東オ大鷺との競合に負けたものであり、東オ大鷺の方が、捕食者を見つける能力に優れていた。マルハナバチ33種のうち、2013年時点で、州内には19種、ないし20種がいる。黄色尾マルハナバチはよそでは絶滅しており、バーモント州でのみ見られる。 ミツバチでは、砲群崩壊症候群が州内でも個体数に影響している。外来種としては、反転症状映えが2012年にベリー類に被害を与え始めた。ニューイングランドでは、バーモント州が侵入点になった。バーモント州は、温帯紅葉樹混リ林生態系にある。周域の大半、特にグリーン山地は、ニューイングランドアケーディア森林の侵葉樹と、 北部後期に覆われている。ニューヨーク州との西側宗教や、シャンプレーン湖周辺地域は、五大湖東部低地森林地帯に入っている。州の南西宮と、コネチカット川沿いの一部は、多くの混ざった、北東部海岸森林である。外来種のスイカズラが州内の森林、原生種、野生生物にとって脅威になると考えられている。 ウィヌースキ川など州内の多くの河川は人口の障壁を設けて洪水を制御している。気候変動が州内のメープルシロップ産業に影響している。佐藤カエデは酸性ウツヤ肌ゴマダラカミキリ、アザミウマに敏感であり、2011年には鹿の大群が冬に木肌を食べるようになった。佐藤カエデは シロップのための樹液を作るために特定量の寒気が必要である。これらの木に穴を開ける時期が数年間に1週間ほど短くなった。より強力なノルウェー海でに移し替え、砂糖海では北のカナダに移植するのが有効かもしれない。バーモント州の人口密度図。アメリカ合衆国統計局によると、2012年7月1日時点の推計による、 バーモント州人口は626,011人となっていた。2010年国勢調査での625,741人から0.04%増加していた。バーモント州の人口重心はウォーレンの町があるワシントン郡となっている。2009年時点で州人口の47.8%は州外の生まれとなっており第一世代と 第2世代の合計で過半数となっていた。2009年、15歳以上の州民の12.6%が離婚を経験していた。これは国内50州の中で5番目に高い数字である。2005年の平均年齢は40.7歳であり、全米で2番目に高かった。2010年国勢調査によれば、バーモント州の人種による人口構成は次のようになっている。 うちは、その構成費の全米50州とワシントン DC を含めた51地域の中での順位を示す。男女別構成費州内で申告された祖先による構成費は次の通りだった。イギリス系の住民はバーモント州の至るところに暮らしている。州北部にはフランス系カナダ人の比率が高い。バーモントアクセントの名残が今も聞かれるが近年は 周りの標準的英語に同化してきている。2000年時点で5歳以上の住民の2.54%は家庭でフランス語を話し1%はスペイン語を話していた。2012年時点でバーモント州は国内でも宗教色の弱い州とみなされている。州民の23%が宗教心チ位と回答している。2008年では 衆民の半数以上がキリスト教徒と申告した。最大の会派はローマカトリックである。宗教データアーカイブ協会によれば、信徒数は14万7918人だった。衆民のほぼ3分の1がプロテスタントだと申告している。プロテスタントの中では、改宗派協会が2万1597人と最大であり、この宗派の比率としては、 国内最大である。プロテスタントの中で2番目に多いのは、メソジスト教会の1万9000人であり、米国成功会やバプテストが続いている。州民の24%は、定期的に教会の礼拝に出席している。これは、国内では、低い数字であり、ニューハンプシャーと、同程度である。2008年州民の34%が無宗教と、回答した。 これは国内でも最大級である。合同で世論調査を行ったバーモント州とニューハンプシャー州の州民は国内平均よりも低い54%が神を信じている。36%が宗教は重要であると回答した。末日聖徒イエス・キリスト教会の初期指導者ジョセフ・スミス・ジュニアとブリガム・ヤングの二人はバーモント州で生まれた。 スミスの生誕地シャロンには記念碑があり、教会が維持し、毎年7万人が訪れている。2010年時点で、末日聖徒、イエス・キリスト教会の12の教会に4386人の、信徒がいる。バーモント州は仏教への回収者が国内でも多い、可能性がある。仏教の陰性書がいくつかある。イスラム教徒は2000人がいると推計されている。 同州近辺のかつてのインディアン部族の勢力図。かつてアベナキ族、マヒカン族、ペンナコック族、ポコムチュック族などのインディアン部族がウィグワムに住み、移動型の狩猟農耕生活を営んだ。1730年にスワントンに入植した、フランス人は同地に伝染病を持ち込み、インディアンたちは森に逃げ込まざるを得なくなった。 その後も、入植の勢いは止まらず、多くの部族が滅ぼされ、数を減らした。現在、同州には、安倍な貴族のみが残っているが、19世紀に、絶滅部族とされて、保留地を没収され、多くの安倍な貴族がカナダへ逃げた。現在安倍な貴族の二つのバンドが、部族の再認定を要求し、継争中である。1976年、トーマス・サーモン知事は、 アベナ貴族の就公認を承諾した。しかし翌年、信任されたリチャード・スネリング知事は、この公認を無効とした。2006年5月3日、バーモント州法廷は、アベナ貴族をインディアンであると認めた。しかし、インディアンの部族やバンドとしてはなお認めていない。現在のところ、バーモント州にインディアン部族が運営する、インディアンカジノは一軒もない。 同州では、インディアン部族は存在していないことになっているので、今後も、部族家事の解説は望み薄である。バーモント州最高裁判所ビル、モントピリア氏。バーモント州からは、アメリカ合衆国上院に二人、会に一人を選出している。バーモント州憲法により、政府を立法府、行政府、司法府に分割している。 州知事と30人の上院議員を含め行政府と立法府の任期は2年間である。どの役職も任期制限はない。地方自治体は町、市、村の3種がある。ニューイングランドの多くと同様に、軍政府にはあまり権限がない。軍と州の裁判所があること、州検察官と保安官のような役職を選挙で選ぶことを除けば、軍と 軍庁所在地は便宜的な区分に止まっている。軍のサービスは州の予算で直接運営されている。州の下に来る実質的な政府は自治体である。その大半が町の位置づけである。バーモント州は均衡予算を義務付けていない国内唯一の州だが1991年以降は均衡を保っている。2007年。 ムーディーズの信用格付けは最高ランクの AAA だった。州は民間事業に類似した事業運営資金を使っている。宝くじ委員会、種類統制基金、失業保険信託基金が州内最大級の事業資金である。2007年、地方税の一人当たり負担額は3681米ドルであり、国内第14位だった。 全国平均は3447ベイドルだった。しかし CNN マネーによれば、一人当たり収入に対する税額比率では国内最大である。一人当たり収入は38306ベイドル、税負担額は5387ベイドル、税額比率は14.1%だった。 個人所得税は3.6%から9.5%の5段階による累進課税方式である。2008年では所得上位1%が所得税の30%を収めていた。9.5%の税率を適用される住民が約2000人いた。消費税率は6%であり、有形資産の販売、娯楽料金、製造費、公共事業料金、 サービス料に課税される。市や町は1%の追加課税を選択できる。食品、医療品、製造機械、器具と燃料、住居燃料と電力、医療、靴など46品目は免税である。使用税は消費税と同じ税率で購入者に課される。販売者が消費税を徴収しなかった場合、あるいは税が徴収されないところから購入された。 場合に使用税が徴収される。使用税は消費税が課される品目に適用される。バーモント州は相続税を課さないが資産税は課している。資産が連邦資産税返還金を申告しなければならない。場合に州資産税返還金が申告されなければならない。バーモント州は贈与税を徴収しない。資産税は地方政府の教育と 市民サービスを支援するために自治体によって課されている。個人資産は評価しない。資産税は不動産の公成市場価値によって評価される。税率はエセックス軍、ファーディナンドの加算に対する0.97%からバリー市の非滞在資産に対する2.72%まで幅がある。州全体では 平均1.77%から1.82%で、ある。2007年、州内の軍の資産税は、国内でも高いものとなった。チッテンデン軍の3,809ベイドル、ウィンダム軍の3,412ベイドル、アディソン軍の3,352ベイドル、ウィンザー軍の3,327ベイドルは、人口が2万人を超える1,817軍の中で、 上位100位までに入っていた。州内14軍のうち12軍が上位20%以内に入っている。2011年では、家屋所有者の平均年収に対する資産税の比率は5.4%であり、国内第3位だった。教育の機会均等を図るために、徴収した資産税を適切な教育学区に再配分することが、 州法によって求められている。バーモント州民はその政治的な独立性で知られている。アメリカ合衆国に加盟する前に独立国家であった4つの州の1つである。国政選挙でも結果が反対に出ることもある。ハンメイソン党の大統領候補者を選んだ唯一の州であり、フランクリン・ルズベルト大統領が当選した4回の選挙で、 すべて対立候補を選んだ2州の一つである。独立心の強い政治的主張の歴史は、第2バーモント共和国の設立など、合衆国からの脱退を提案する計画にも現れてきた。州の政治州内の町で、地方政府の仕事の多くは、毎年3月に町の集会所で開催される、町民集会で決められる。写真は、マルボロの集会所。 共和党は、その設立され1854年から1970年代半ばまで、バーモント州の地方政治を支配してきた。1960年代以前、田園部の利益が、立法府を支配した。その結果都市、特に、バーリントンとウィヌースキの古い部分は無視され、衰退した。市民は、新しい郊外部に移り始めた。 1960年代にアメリカ合衆国最高裁判所によって一連の一人一票判決が出され、州の人口を公正に反映するよう選挙区の再編が求められた。その結果は、州内の都市部も政治的な力を取り戻した1960年代、議会が一人一票原則のもとに選挙区を、 再編した後、新しく州内に入ってくるものに対応する法を成立させた。1970年の土地利用と開発法だった。この法は、この種の法として、国内初のものであり、州知事が指名した民間人で構成される地区環境委員会9つを創設し、州知事は、州の環境と多くの小さな町に重大な影響を与えることになる。 土地開発と小区分の計画を承認しなければならなかった。この法の結果、ウォルマートの進出では最後の州となった。この法の成功により、その後の試みは効果が薄れ、その他の開発に関する圧力もあって、バーモント州は全米歴史保存信託から最も危惧される歴史史跡の一つに指定された。1964年、 バーモント州は死刑制度を廃止した。1995年、バーモント州は12月15日から4月1日まで肥料の散布を禁止して、その流出を防ぎ、水を保護した。農家はこの期間に肥料を保管する、環境的に健全な施設を備えなければならない。州内では民主党が優勢になってきたが、2006年の州知事選挙では、 共和党知事のダグラスがウィンダム軍以外の全軍を制した。1999年から同性のカップルに結婚とほぼ同じ権利と特権を認める制度であるシビルユニオンの採用について大きな議論が交わされた。1999年のベーカー対バーモント州事件ではバーモント州最高裁判所が現憲法下で 同性結婚あるいはシビルユニオンを認めなければならないと裁定した。衆議会はシビルユニオンの方を選択した。この方は議会を通過し、ハワード・ディーン州知事の署名によって法制化された。2009年4月、ジム・ダグラス州知事が同性結婚を認める方に拒否権を使ったのに対し、州議会がこれを差し戻し、同性結婚を合法化した。 国内初の州になった。2009年9月、同性カップルが結婚できる6州の一つとなった。2007年、州議会会員は、末期症状の者に対する自殺法上を合法化する法案を、反対82票、賛成63票で否決した。州内では、少数党と独立系の動きが盛んである。 多くの州にある少数党を投票用紙から排除する規則はバーモント州にはない。その結果一般投票では有権者に幅広い選択肢がある。これがバーリントン市長、その後にアメリカ合衆国下院議員に社会主義者のバーニー・サンダースを選ぶことになり、サンダースはその後無所属としてアメリカ合衆国上院議員になった。 教育資金のための税金を均等化させて配分する方が政治問題となってきた。このことでキリングトンの町は州からの脱退とニューハンプシャー州への加入を試みることになった。地元では不公平な税負担だと言っている。バーモント州憲法と裁判所は表示がなくフェンスもないような土地を人が歩き、釣りや漁をする権利を支持している。 不法侵入は土地の所有者が証明しなければならない。これは自動的にはできない。バーモント州はアルコール飲料を統制する州である。2007年、バーモント州種類統制省が種類の販売と分配から1400万米ドル以上を得た。2013年、大麻使用を犯罪としないと定めた17番目の州になった。 一ンス未満の薬物を所持することは、逮捕や刑期には該当せず、少額の過料で処罰されるものとした。連邦政府役職者の選挙バーモント州は、昔から国政選挙で共和党の画像と考えられていた。1856年から1988年、民主党候補が大統領選挙で勝利したのは、1964年に、 民主党のリンドン B ・ジョンソンが共和党のバリー・ゴールド・ウォーターに対象した一度きりだった。フランクリン・ルーズベルト大統領は4度の選挙で対象したが、バーモント州とメイン州のみはルーズベルトを一度も支持しなかった。19世紀後半から20世紀初期、共和党大統領候補はバーモント州で70%以上の支持を得て制することが多かった。 1980年代と1990年代、州内の人口に多くの出入りがあった。入ってきたものは、ニューヨーク州やニューイングランドの都会部から、よりリベラルな影響力を持った者たちだった。バーモント州の共和党は、昔から中道寄りであり、全国の共和党は右傾化するにつれて、新参者と組み合わさって、民主党に友好的となった。 その一つの証拠として1990年民主社会主義者を自称するバーニー・サンダースが無所属候補としてバーモント州選出アメリカ合衆国下院議員の席を得た。サンダースは2007年に州選出アメリカ合衆国上院議員になり上院では支持政党を持たない2議員の一人になっている。しかし下院と上院でのその政を通じて 民主党に肩入れしており、委員会委員数の割り当てや、政党指導者の選出では、民主党員に数えられている。1988年、アメリカ合衆国大統領選挙で僅差で、共和党のジョージ・エイチ・ブリュー・ブッシュを支持した後、1992年では、民主党のビル・クリントンを16ポイント差で支持し、民主党に1964年以来の勝利を、もたらした。 その後はすべての大統領選挙で民主党候補を支持している。近年は民主党が最良の結果を上げる州になってきた。2004年アメリカ合衆国大統領選挙では民主党のジョン・ケリーが全米で4番目に高い支持を獲得し、共和党のジョージ・ w ブブッシュに20ポイントの差をつけた。ケリーは隣のマサチューセッツ州出身であり、 バーモント州を制した初の北部出身民主党候補となった。州北東部にあるエセックス軍のみがブッシュを支持した。ブッシュが大統領職にある間、バーモント州だけがその訪問を受けなかった州となった。ブッシュはバーモント州の支持がなくても当選できた。2008年アメリカ合衆国大統領選挙では民主党、 バラク・オバマに37ポイントという3番が目に高い、支持率差を与えた。2012年も同様であり、36ポイント差だった。バーモント州選出のアメリカ合衆国上院議員は、上院で最長期間を務める民主党のパトリック・リーと、無所属のバーニー・サンダースである。下院議員は一人のみであり、2007年にサンダースの後を継いだ。 民主党のピーター・ウェルチである。アメリカ合衆国商務省経済分析局は2010年のバーモント州の州創生参考を260億米ドルだったと推計している。この値は50州中の第50位である。人口1人あたりの州創生参考では同34位だった。創生参考の内訳は次の通りだった。2007年、雑誌。 フォーブスの事業を行うために適した州のランキングでは第32位だった。前年は第30位だった。2008年にはある経済学者がバーモント州は真に不景気であり今後の30年間も続くと予測されると語っていた。2010年5月時点の失業率は6.2%であり国内では4番が目に低かった。この率は 前年5月以降50州の中でも2番目に、景況が大きく低下したことを反映している。2007年ではカナダが、最大の貿易相手国だった。第2位は台湾だった。ケベック州とは40億ドル相当の交易があった。経済活動の主流は、小売業である。2007年の売上高は52億米ドルだった。 2008年に8631の新規企業が登録されたが、2007年よりは500社減った。2004年の一人あたりの収入は32770ベードルであった。2002年から2004年の世帯あたり、収入中央値は45692ベードルだった。これは全国では第15位だった。 2008年の週平均賃金は1時間15.31ベイドル、すなわち年収で3万1845ベイドルだった。2007年に職権を支給される資格のある州民6万8000人の約80%は実際にそれを受け取っていた。75歳以上の高齢者の40%は年間収入が2万1660ベイドル以下だった。 2011年、9万1000人の高齢者が、社会保障費から、年間平均1万4000ベイドルを受け取っていた。これは、高齢者収入の59%に相当している。このことは、州経済には17億ベイドルの寄与だった。観光業リゾート地として知られるストー。シャンプレーン湖観光業は、バーモント州最大の産業であり、 同州 GSP の27%を観光業が占めている。この比率は全米50州中で最大である。豊かな自然を背景としたスキー、サイクリング、フィッシングなどが盛んであり、サマーキャンプやリンゴ狩りなどには大勢の観光客が訪れる。観光客の多くは高速道路で数時間の距離にあるニューヨーク都市圏やボストン都市圏などの住民である。 西のコロラド州に対し、東のスキーのメッカである。ニューイングランドでは、最大級のスキー場がいくつか州内にある。バークサンスキー場、ボルトンバレー、ストーなどが著名である。夏の観光客は、ストー、マンチェスター、クエチーなどのリゾート地を訪れる。マス釣り、コス水釣り、氷釣りが楽しめ、州の長さにわたる、ロングトレールをハイキングする者もいる。 冬は、ノルディックスキーや、カントリースキーを楽しむものが、これも、州の長さにわたるカタマウントトレールを移動する。ホースショーも、年間行事である。州立公園、歴史史跡、博物館、ゴルフ場、また温泉付きブティックホテルが、観光客を引きつけている。2000年国勢調査によれば、州内にある家屋の、約15%は空室であり、季節により、 レクリエーション用、または一時的に利用されるものに分類されている。この数字はメイン州に次いで国内でも2番目に高いものである。いくつかの市ではニューイングランドやニューヨーク市の金持ちが所有する、余暇用家屋が住宅ストックの大半を占めている。推計によれば2009年時点でラドロ町の家屋の84%は州外の住人が所有している。 その他、マンチェスターやストのようなリゾート地も同様である。2005年、バーモント州への観光客は1340万人に、上り、15億7000万ベイドルを消費した。2011年、州政府は観光業から2億7400万ベイドルの、税金と料金を集めた。この金の89%は、州外からの観光客によるものである。 観光業で2万6千人の雇用を支えており、これは、総雇用数の7.2%に当たる。2000年から2001年、スキーとスノーモービルの客は457万9719人が訪れた。2009年から2010年には412万5082人だった。2008年、州内138のスノーモービルクラブの会員は3万5千人いた。 クラブの連合協会は6000マイルのトレールを維持しており、私有地に入っている場所も多い。この事業は数億ドルの事業を生み出していると言われている。狩猟については、黒ククン七面鳥、鹿、ヘラジカの量が規制されている。州内には5500頭のクマがいる。規制の目的は、個体数を4500から6000頭の間で維持することである。 2010年、州内にいる鹿は約14万千頭であり、これは政府目標の範囲に入っている。しかしその分布は不均一であり、1平方マイルあたり10から15頭を超えると、木の成長に悪影響が出る。2012年、渡り鳥の量は10月13日から12月16日の間に決められた。水菌類の量も連邦法で規制されている。 農林畜産業バーモント州に伝わるリンゴ酢と蜂蜜を用いたバーモント民間療法は1950年代1960年代にデフォレスト、クリントン・ジャービス博士の著書によって世界的に広められたが現在ではバーモント州内でもほとんど知られていないというバーモント州で実際に収穫が盛んなのはどちらかといえばリンゴとメープルシロップである 参考リンク、ハウス食品バーモントカレー、リンゴとは、地密のキャッチフレーズで知られる、ハウスバーモントカレーは、バーモント民間療法を応用して、ハウス食品が独自開発したもので、カレーと同州の関連はない。バーモント州の農業は、州経済に直接間接に、年間26億米ドル、約12%を貢献している。しかし、別の研究では年に、 収層生産の2.2%に過ぎなかったとするものもある。2000年時点で、州労働人口の約3%が農業に従事していた。秋の紅葉、ウィルミントンのホグバックさんからの眺め。過去の2世紀間、バーモント州の林業は、カバッサイと他州の森の開発によって魅力の少ないものになった。農業が衰退し、生態繊維によって、 州内の森が再生された。現在の州内の森の大半は再生林である。州と非営利団体が森林の再生と管理を積極的に推進している。州面積の78%以上が森林である。その85%は個人や家族が所有する非事業、民有森林地である。落農業が農家収入の主要源である。20世紀後半。 土地開発業者が、比較的安価な未利用地に集合住宅や家屋を建てる計画を作った。バーモント州政府は一連の開発規制法を作り、いくつかの先進的な住民発議によって、落農産業の消失を防いだ。1947年には11,206の落農家があったが、85%以上が減り、2003年には1,500を少し超える程度に、 2006年には1,138個、2007年には1,087個と減り続けた。年間10%減り続けている。牛の数も40%減ったが、生産効率が3倍になったために、牛乳の生産量は同じ期間に2倍になった。牛乳の生産量は上がったが、市場シェアは下がった。ボストン大都市圏やニューヨーク大都市圏に供給する州の中で、 バーモント州のシェアは10.6%で第3位である。ニューヨーク州が44.9%、ペンシルベニア州が32.9%となっている。2007年、酪農家は牛乳100ポンドあたり23.6米ドルという記録的な売り上げになった。しかし2008年には17米ドルに下落した。 2008年に平均的な落農家は130万ポンドの牛乳を生産した。落農家が大きく減少したために農業経済における基本的な需要よりも落農家の納屋という遺産を維持するための動きに依存するようになった。教育と非営利の州と地方の歴史依存計画の協調により組織されたバーモントバーンセンサスが州内の納屋の数、状態、 外観を記録する教育管理体系を開発してきた。2009年、543の有機農家があった。落農家の20%は有機農家であり、野菜農家の23%、128個が有機農家である。有機農業は2006年から2007年に増加したが、2008年から2009年は横並びだった。2010年も増加は見込まれていない。 大量の牛乳はボストン市場に出荷されている。マサチューセッツ州はバーモント州の酪農家がマサチューセッツの衛生基準に合格していることを証明している。この証明がなければ農家は大市場に牛乳を販売できない。バーモント州経済の重要で成長している分野はバーモントブランドのついた職人技食料、ファンシーフード、 土産用品の生産と販売である。例えば、カボットチーズ、バーモントテディベア社、ファインペインツオブユアロップ、バーモントバターチーズ社、いくつかのチビル、朝鮮人参、バートンスノーボード、レークシャンプレーンチョコレート、キングアーサー小麦粉、ベミアンドジェリーズのアイスクリームである。2010年には、カエデ関連製品の生産者が約2000あった。2001年、 州内で27万5000ガロンのメープルシロップを生産しており、国内生産量の4分の1に相当した。2005年では41万ガロンに増え、国内生産量の37%だった。2009年にはさらに92万ガロンになった。州内でワイン生産業は1985年に始まった。現在では14のワイン醸造所がある。 2005年時点で、州内の農家は2000人の違法移民を雇用していると、見られている。地方当局はこれを無視してきており、農場経営のために苦闘する雇用主に同情的で、ある。製造業バーモント州最大の民間企業は、SX ジャンクションにある IBM であり、2013年時点で5000人を雇用し、州内製造業就業者の25%に、 相当している。州の経済には年間10億米ドルの貢献である。2010年のコネチカット大学による研究では、バーモント州、ロードアイランド州、ニューハンプシャー州の3州が製造業にとっては国内で最もコストの高い州である。ラトランドとバリーの町は昔から大理石と加工岩生産及び加工の中心である。 会員約500人と国内でも最小の組合である石膏協会の本部があった。アメリカで最初の大理石採石場はイーストドーセットを見下ろすヨラス山にあった。バーモント州の西側には大理石バレーが走りニューヨーク州内から来るスレートバレーに合流する。スレートバレーはジムニーポイントからバリーの西を通る花崗岩バレーまで続く。そこには 国内最大の加工岩採石場であるロックオブエイジズ石材場があるスレイトの生産でもバーモント州は国内最大である規格石材の生産は見入りの良い事業である州内の高齢者人口が増加しており州経済における医療産業の影響力が高まると見られている2013年7000人を雇用するフレッチャーアーレンヘルスケア バーモント州立大学メディカルセンターと改名2014年11月13日が州内第2位の雇用種であり民間では最大である2010年州内の病院が請求した医療費は37億6000万米ドルであり20億米ドルを集めたメディケアには9万2000人が入っている2011年メディケアは 州内で7億4000万米ドルを使った。2007年、バーモント州は、低当権設定額で、国内第17位だった。しかし、州内の世帯あたり収入に対する低当額比率18.4%という、数字については、他の41州が、プラスマイナス4%の範囲内にある。住宅価格は2000年代初期にあまり上がらなかった。 その結果不動産価格の崩壊もそれほど急激ではなかった。2007年に担保権執行が著しく増加した中でバーモント州は世帯当たり担保権執行率は50州の最下位だった。2004年と2008年を比較すると住宅販売数は毎年下がったが住宅価格は上がり続けた。州内で販売された 家屋数は2004年の8318戸から2005年に8120戸、2006年に6919戸、2007年に5820戸と下がり続けたが、平均価格は2008年の202500米ドルまで上がり続けた。2007年、アメリカ合衆国環境保護庁の エネルギースターによって評価された新しいエネルギー効率の良い住宅の建設では国内第一位だった。しかし2008年で州内の家屋の約60%は灯油で暖房している。2008年8月100万バイト TU あたりの熱源費用は焚き木の14.39ベイドルから灯油の43.5ベイドルだった。2009年 二新室アパートの平均賃借料は月920米ドルだった。貸し屋の空室率は5.4%であり、国内最低だった。2010年1月で2800人がホームレスであり、2008年より22%増えた。2011年、バーモント州は、訴訟を必要とする担保権執行の件数が国内第5位となり、 処理のために18年間を要する推計された。全国平均は8年間である。2006年時点で、州内には30万5000人の労働力があった。このうち11%が組合に入っている。5万2000人は、連邦政府、州、地方政府の従業員である。1976年6月には、失業率が9%にまで達していた。 2000年2月が最低で2.4%だった。2010年9月時点では5.8%だった。2000年から2006年の間に雇用数は7.5%増加した。1980年から2000年では3.4%の増加だった。全国的には4.6%までいっていた。 実質賃金は2006年に33,385ベードルであり、2010年も横ばいである。全国平均は36,871ベードルだった。専属保険が集計財で大きな役割を果たすようになっている。この形態の保険があれば、大企業や企業連合が独自のリスクを回避するために独立型保険会社を形成し、 それによって実質的に保険料を減らし対象とする種類のリスクを制御する手段を得られる。専属保険会社を作り運営することで税制面でも優遇される。保険情報研究所によれば2009年のバーモント州はバミューダ諸島とケイマン諸島に次いで世界第3位の専属保険会社を利用する地域である。2009年 このような会社が560社あった。2010年には900社になった。2008年時点で、州内には2682の非営利組織があり、28億米ドルを得ている。2005年から2008年の期間で、ボランティア活動では、国内第9位だった。この期間に、人口の35.6%が、ボランティア活動に参加していた。 全国平均は26.4%である。バーモント州歓迎看板、州道17号線沿いにシャンプレーン郷でニューヨーク州橋を越えたアディソン町。州内の主要交通手段は自動車である。2008年時点で自家用車を所有していない世帯は5.7%だった。2012年、60万5000台の自動車が登録されており、 主人口の一人に一台に近い。これは全国平均にも近い。2012年、州内の炭素排出量の約半分が自動車からのものだった。年平均で20ないし25人が飲酒運転事故で死んでいる。また70ないし80人が自動車事故で死んでいる。運転者の保険加入率は93%であり、ペンシルベニア州と並んで、 国内第1位である。2010年時点で、州は2840マイルの高規格道路を所有している。50州の中では、下から3番目の長さである。道路の2.5%が混雑した状態であり、これは国内で5番目に低い。死亡事故率は1億マイルに1件であり、国内では、下から10番が目である。 高規格道路の保守費は1マイルあたり28,669ベイドルであり、国内第17位である。橋梁の34.4%が欠陥ありまたは、老朽化と指摘されており、これは、国内で8番目に悪い数字である。個々の町や軍は、公共交通機関を持っているが、その利用範囲は限られていることが多い。グレーハウンドのバスが、多くの、 小さな町に運行されている。アムトラックでは、バーモンター号とイーサンアレン急行の2本が運行されている。2011年、アムトラックは、ラトランドとホワイトホールの間を通るイーサンアレン急行の価値を評価したが、国内最悪だった。重量が8万ポンド未満のトラックは、州内の週間高速道路を利用できる。州道の重量制限は9万9000ポンドである。 このことは、重量のある車が二級道路しか利用できないことを意味している。2011年、アメリカ行政協会が道路及び、公共空間の全体的なゴミ処理で、上位10位以内に、バーモント州をランク付けした。1968年、バーモント州は、道路沿いの広告用看板の使用を違法とした。国内では、唯一の州である。バーモント州は、 2843マイルの高規格道路を所有している。南北方向路東西方向路2005年から2006年、バーモント州は、費用対効果のある道路保守では、国内第37位となり、2004年から2005年に評価と、比べれば14ランク落ちた。ホワイトリバージャンクションのアムトラック駅。アムトラックでは、バーモンター号とイーサンアレン急行が走り、 その他にニューイングランドセントラル鉄道、バーモント鉄道、グリーンマウンテン鉄道が走っている。イーサン・アレン急行は、ラトランドとキャッスルトンに停車し、バーモンター号は、セントールバンズ、エセックスジャンクション、ウォーターベリー、モントピリア、ランドルフ、ホワイトリバージャンクション、ウィンザー、ベローズフォールズ、ブラットルボロに停車する。グレーハウンドのバスは、ベローズフォールズ、ブラットルボロ、 バーリントン、モントピリア、ホワイトリバージャンクションに停車する。その他各軍や市長が運営する交通機関として、以下のものがある。リンドンにある高校、リンドンインスティチュート。バーモント州は2005年と2006年に、国内の賢い州第一位に指名された。2006年、州と連邦政府の試験基準に、 違いがあり、州の標準では平均して30%良い結果が出るようになっていた。このことで、バーモント州の順位は第11位になった。多くの州は高い方に補正している。しかし、一定の誤差を勘案すれば、2007年の連邦政府リストで、バーモント州は白人4年生で、リーディングでは第25位、数学では第26位だった。 白人8年生では、リーディング第12位、数学第18位だった。白人8年生のリーディングの得点は明らかに、平均の上を行っている。黒人生徒の点は、標本数が少ないために信頼できる統計とは、なっていない。2008年、週内の生徒一人当たり教育費は1万1548米ドルだった。新聞、エデュケーションウィークは、 2007年の高校卒業率でバーモント州を国内第2位に挙げた。2011年、州民の91%は高校を卒業しており、全国平均の85%より高かった。約34%は大学を出ており、これも全国平均の28%より高かった。2013年、生徒に対する教師の比率は、 国内最下位だった。バーモント大学のオールドミル。この大学では、最古の建物。バーモント大学で、ジョージ・パーキンス・マーシュによる実験。さらに後には、バーモント生まれの哲学者で教育者のジョン・リューイの、影響力で、選択と実践学習の概念が広められた。バーモント大学の他に、バーモント州立、カレッジシステムには5つのカレッジがある。 私立大学は14校がある。ありがとうございます。